皆さん、こんばんは。今日は2022年4月1日金曜日です。今日の話題は、まず、中国の経済も実に大変ですが、次の動画で話をしたいと思います。そして、中国はオーストラリアの玄関、北側にありますが、ソロモン諸島に軍事基地を作ると、それを決定しました。これについて影響は大きいですので、話をしたいと思います。まず、今日の話題ですが、 ロシアがウクライナ侵攻35日目となりました。まずは戦場の情報について。キーウ、キエフでしたが、キーウにしますので、日本の政府に合わせてキーウと表現します。キーウから離れて、ロシア軍は残酷を掘っていました。これは戦場の動画で話をしました。そこに現在でも停滞している状態です。撤退はしていません。現状維持の状態ですが、侵攻はしていません。こちらは、 アントノーブという空港ですが、ロシア軍に占領されましたが、現在、ウクライナ軍は取り戻すことができました。しかし、えー、AN-225 輸送用飛行機、輸送機ですが、まあ、この飛行機は本来であれば世界で2台ありましたが、途中で諦めて、今は1台しかありません。史上最大、世界最大の飛行機だと呼ばれています。たくさんのタイヤついています。 ここまでやはりすごいです。この飛行機は日本に何回かいたことはあるというふうに聞いておりますが、この飛行機を止めることができる、着陸できる空港というのは世界であんまり多くないんですよ。なので、この飛行機は行けるところは本当に少ないんです。スピードがすごいんですので、あの日本に着陸したことはありますが。 いやまあ、ご存知のように、今は潰されていて、もう完全に潰されましたので、現在修復の計画がありますので、募金して修復しようかとなっていますが、ただし本当に莫大なお金はかかるというふうに言われていて、修復するでしょうかあるいは、あの、このまま現状維持して、何か記念として置いとくのか今話題となっていますが、そして空港は、 あのここにありますので、あのプーチャの上に、少し上にありますが、この地域はまだ戦っている状態なんです。ロシア軍は包囲されて1週間ほどとなってきます。ウクライナ軍は包囲はしています。ただし、攻めてはいますが、なかなか成果はありませんので、人数、トップ期の関係で難しいと聞いております。 イギリスはこれからあのウクラナに対して逮捕と戦車を許容しようかというふうに提案されました。つまりこれから攻撃的な武器を与えようというふうに考えています。今日西洋側の会談がありますので、会談でみんな討議されるでしょうと思いますが、現在の話ではプーチンあのクズはもう撤退は期待できないというふうにみんな認識してきました。なぜなら、 口先だけでで撤退すす。ると言いいながら、でも行動は全然違いますつまり戦争は長い期間になるかもしれません。ウクライナ側としては戦争を止めるには攻撃していかないといけませんというふうに認識しています。なぜならロシア軍の撤退を期待できないからです。でもウクライナ軍側はですね、攻撃的な武器は少ないんですよ。 現在、キーウでの勝負はもうないと思われます。戦場がバラバラとなって、一貫所での戦いはないと思います。チェルニフィウというところですが、戦争が始まって、初めて、今回ですね、昨日でしたが、連続の攻撃を受けていました。ロシアのプランでは、プラン C ですが、とにかくこの都市を潰そうと。 全体的に見ると、ロシア軍は現在、休養のように見えます。休速、休憩でしょうか。遠い距離から発砲しています。でも、自分からは進攻撃、進行はしないです。しかし、ドンバス地域に対して増員していく傾向ではあります。ロシアのプラン C では、ドンバス地域を完全に自分のものにしてから、これを道具にして、 ウクライナ軍、ゼレンスキ大統領と話をするでしょうと思いますが、またハリコフ、キーウでは攻撃はありますが、進攻はありません。狙いとしては、キーウを守るウクライナ軍は、まあ、ハリコフもそうですが、ドンバス地域への支援はできなくなる、そういう狙いではありますので、そこで攻撃はします。でも進攻はしないんです。これで、キーウとハリコフ、 っていう都市ですが、みんなやはり警戒して守ろうとしますので、これで他の地域への支援はできないんです。マリウポーについてですが、現在ウクライナ軍は支援していこうとはしていますが、 距離が遠いですので、時間はかかります。また、マリウポリは現在、何重も包囲されている状態ですので、本当に難しいんです。セレンスキ大統領は、マリウポリの衛軍に先週言いましたが、包囲の場から逃げることですよと、できるだけ逃げましょうよと、撤退しようと言いました。つまり、マリウポリを放棄しても良いと考えていると思いますが、しかしみんなは撤退しないんです。 最初1万5千名ほどの軍隊でしたが、今は3千名ほど、4千名来たんです。となったんです。先週はフランスのマクロ大統領は話をしてプーチンとウクライナ軍の負傷者、そして市民人道回路を作りましょうよと、みんな海岸まで移動して、船で移動しましょうよ、そういうふうに提案しましたが、プーチンは拒否しました。 しかしですが、ウクライナ側は何もしないわけでもないんです。聞いた話ですが、3月28日と3月30日、ウクライナ側ヘリコプターでマリウポリへ移動しました。負傷者と呼ばれている者をキーウまで搬送しましょうという計画はあったんです。 3月28日、ヘリコプター2機で行きましたが、1機はロシア軍の攻撃を受けて墜落とです。1機は回避しましたが、キーウに戻りました。 そして3月30日、ヘリコプターをまだ2機を飛んでいて、低い上空での移動したんです。マリウポリへ移動したんです。レーダーに探知されないように、とにかく低く、低く飛んでいたんです。ヘリコプター2機ですが、マリウポリ、ウクラナ軍の領域で到着、着陸しましたが、 食料品と武器を下ろして負傷者を運んで離陸しました。これで安心できるんですが、でもダメでした。なぜなら飛行機を、ヘリコプターですが、とにかく低く、低く飛んでいまして、ロシア側の防空システムは、あの高い距離、 あの、遠い距離でしたら探知できますが、低い距離でしたら探知できないんです。例えば、ロシア側のレーダー、昔はロシアのミク戦闘機ですね。ロシアから北海道まで逃げましたね。あれも低く低く飛んでいたんです。なので、ロシア側のレーダーの特徴というのは、あの、低く飛んでいると探知できないんですよ。というふうに私は気取りますが、まあ。しかしですが、これはロシア語の罠でした。 帰り途中にロシア軍は準備していたんです、実は。まあ、あの、ロシア軍というよりはチェチン部隊でした。携帯式地対空ミサイルを発射したんです。1機は墜落して、15名は消えて、3名負傷、そして1名は反抗したんです。それで撃たれたんです。残り1機は急いで飛んで離れました。海の方に向かっていたんですが、海岸から20キロほどの場所で、 墜落されたんですね。合計40名以上の、えー、もう亡くなったんです。捕虜は2名ですが、この2名です。3名不詳、1名は反抗したんですが、まあ。チェチェンっていうのは、あの、ね、あの、こういうふうにバイデンに呼びかけています。米国、携帯式ミサイル、対空ミサイル、落ちましているんですよ。米国の携帯式、地対空ミサイルを手ににって、 バイデンに呼びかけています。自慢しています。バイデンのプレゼントに感謝するよと、とてもいいものですよと。我々の兵士はこれを愛するようになったんです。もっと許容しろ。ロシアの行動に協力したバイデンに表彰を与えたい。そういうふうに言っています。本当に挑発的な行為なんですが、米国の武器はどうして手に入れたでしょうかと私は聞いたんですが、 あの、それでウクライナ軍は負けたりとか逃げたりとかもありますので、なのでそのまま放棄して、まあ、手にたまたま入れたでしょうというふうに聞いております。まあ、現在マリウポリのウクライナ軍はバラバラとなってみんな身を隠して戦っている状態なんです。ロシア軍は一つ一つの建物を確認していて攻撃をしている状態なんです。そうするとかなりの時間はかかるでしょうと私は思います。 ロシアの国防省は発表しました。マクロンとシュルツの、まあドイツの総理ですが、シュルツの個人的な願いに応じて、我々優しいプーチン大統領は同意しました。マリウポリからサポリージャまで人道回路を設置しようと。4月2日です。明日です。まあ今日は、今日の夜,夜ですね。市民はここから回避してくださいと。 当日、ウクライナ軍はバス、トラックを用意して回避してくださいと、国連も世界赤十字もえみんな参加しますので、これをみんな見張っていますので、まあ、今回はプーチの約束は信用できるでしょうと思いますが、どうでしょうか。マリウポリは最後、 私は先週も言いましたが、ロシア軍に占領されてしまうでしょうと思います。まあ、これから一週間とか10日でしょうか。あるいは、市民は回避できて、もっと激しい戦いになるかもしれませんが。ウクライナ軍の援軍は遠いですし、そして大変なのは、攻撃的な大型武器はないんです。特に戦闘機もないんですよ。戦闘機とかあれば、攻撃的な武器があれば、あの、まだマリウポリの周辺にいて、 また何とかはできます。でも、それすらできないんですね。そして、ロシア側には実に有利な立地ではありますので、港から国会の軍隊ですね、軍艦から物資の支援は調達はできますので、なので、立地的に本当に難しいです。 ロシア側はですね、これから軍人を募集しています。18歳から25歳ですので、そして134,500万名を募集すると発表されました。ただし、保証するのは、あの、ウクライナには送りませんよと言いました。しかしですが、これは信用できるでしょうかわかりませんが、そして強調されましたが、今回の戦争とは関係ありませんよと。まあ、信用できないと思いますが、なぜなら、当時、 ウクライナの領土に入って侵攻してきた兵士たちは掘ルとなって、自分は戦争だと知りませんでしたと、ただの訓練と聞いてきました。そういうふうにロシア軍は普通に言っていましたので、まあ、ただしですね、プーチの狙いとしては、新人をあの募集してですね、軍人になって国内の 保安とか、あの、まあ、武装警察になってもらうとか、そして今の軍人を経験あるので、それでウクライナに派遣する可能性はあるでしょうと思いますが。そして、話し合いについてですが、ロシア側の条件ですが、NATO には加盟しません。軍隊は5万以下にしなさい。外国の部隊の配置はしてはいけませんよと。そして大、大型攻撃的な武器は所有してはいけませんよと。 ウクライナに対して要件を出しています。ウクライナはとしては自分は中立してもいいんです。ただし自分の安全を守ってくれる国がやはり欲しいんです。それで、米国、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、トルコなどの、その、 国の名前が出てきました。これはウクライナ側の考えなんです。まだ決定ではありませんので。まだ、クリミアについてお互いは譲りませんし、棚上げも無理です。領土についてはもう全く話は必要はないという意味ではありますので。でも、ウクライナは自分を守る国の名前考えているところではありますが、発表しました。イギリスは一番出てきて、ジョンソン首相ですが、出てきて、 もう嫌ですよと言っています、はっきりと。えー、えー、となったんですがみんな。その後、米国も嫌ですよと拒否しましたが。 まあこれは表の理由としては発表されました。まずはウクライナは NATO の一員ではありませんので、我々はウクライナを守る義務はありません。もし約束してしまうと、次ですね、まだロシアが侵攻したら我々は参戦しないといけません。まあ、ただし我々は NATO の組織の一員であって、我々が参戦すると NATO 全員参戦となってしまうので、我々は組織ですので、我々だけでそのような約束はできませんというふうにあの言っています。まあ私は思いますが、話し合いでリオードの問題は出てきました。しかし、ゼレンスキ大統領には国民への約束があります。それは国民の投票なんです。これは約束なんです。ゼレンスキーとしてはある程度一歩譲で、 攻撃してくれる、来る、その回数を少なくても減らしたいんです。でも、プーチンも考えていますが、急いで戦って終わらせることはもうできないんですので、これから部隊の調達もしますし、時間が必要なんです。つまり、お互いは話し合いの姿勢を出しています。ただし、話し合いの中には内容はないんです。 米国、イギリスからにすれば、ここまでウクライナに対して支援とか支持してきました。最後、ウクライナはもういいです。私は中立となりました。いいですと。我々そして米国、イギリスは我々のウクライナの安全を守るのはこれは絶対にありえないですね。自分は得になっていないのでありえないですね。まだこれはまあ、不平等。 不公平な条約となってしまいますので、ロシアの要求に応じて武器を捨てるという意味なんです。でも、米国とイギリスは安全を守らないといけないんです。これはありえないですね。どう考えても。どっち寄りなのかと <laughs> なってしまうので。そうすると、これからも永遠と響きますので、ウクライナは正常な国ではなくなるという意味なんですよ。自分を 守ることとでできなくなくってしまうというい意味です。そうすると、いろんな意味で、あの、牽制されてしまうという意味ではありますので、まあ、これは日本の今の状態でもそうですが、本当にあの変えないといけませんよ。まあ、これは次の話題とも関係ありますけれども、オーストラリア、 中国の港について。そこはですね、ダルウェン港と言います。我々は。ダルウェン港。これは中国語ではありますが、同じですね。ダルウェン港と言います。人口は15万人の小さい都市ではあります。オーストラリアの中でも、普通に14位の15、6位の都市ではあります。大都会ではないんです。 中国はオーストラリア、モリソン首相と契約して、99年間ですね、この港を借りました。これは去年の動画で話をしたことはありますけれども、2015年から契約して、中国の建設企業は港、空港、団地などを建設しています。今でも建設中なんですよ。 2020年から話題となって注目されませんでした。これは、あの、南シナ海も同じです。話題となったんですが、でもみんな注目しなかったんです。最近イギリスは中国とオーストラリアの契約を公開して、オーストラリア政府に警告しています。これは去年の話題でしたが、現在オーストラリアは新しい自分の港を作るという噂があります。つまり、 中国の、あの、ものを使わないっていう意味なんですよ、港。なぜなら、契約は99年間ですので、オーストラリアは普通の国ですから、契約違反はしませんので、なので、中国の港は使っていいです。もうそれでいいんです。我々は使わないから、自分の港を使,使うよと、自分で作るから、そういう意味でなんです。2015年の6月、 オーストラリアと中国自由貿易協定が基礎にして中国は5.6、5.06億オーストラリアドルでこの場所を借りました。中国はそこに投資をしてインフラ建設もします。でも正しい条件としては99年間の使用権くださいねと言います。 動画で話をしましたが、オーストラリアの石炭は輸入しませんでした。ワインもそうですし、ロブスターもそうですし、それでオーストラリアは日本にお願いをしました。ワイン買ってくれませんかロブスター買ってくれませんかと言いに行ったんですが。で、中国はオーストラリアに対して経済制裁しましたよね。 特に石炭です。石炭は入ってきませんでした。理由というのは、オーストラリアの国防省は調査をすることでした。もし中国の企業、そこで工事をする、オーストラリアの安全に影響することをしたりとかすると、契約を無効にしますよ、というふうに発表されました。まあ、これは中国の企業は中国政府ですね、反発して経済制裁しましたが、まあ、外交の問題もありますが、 しかし、半年間、約半年間ぐらいですね。去年の5月の話でしたが、8月ぐらいとなって調査し始めて、正式的に。 やって、で、結果としては問題はありません。そういうふうに発表されましたが、ただしですね、港は使いません。そういう意味なんですよ。なので、現在ですが、モルソン首相は中国との貿易を続けたいですというふうに言われていますが、まずはこれはないんです。オーストラリアは今はもう分かっていますので、中国は本当に危険ですよと分かってきました。ただし、その分かるのが遅かったと私は思います。 オーストラリアは自分で自分の港を作るので、中国がそこを借りて、99年間の港というのは、もうオーストラリア側も使いませんとなってくると、うん、パーですね。何もないんですね。無駄になってしまうので、莫大な投資をしてきたのに、何も使わないと無駄になってしまうので、中国の政府はやはり怒っています。ここで中国が作った 港を軍事基地にするよと、軍艦の基地として使用すると発表されました。まあ、当然ですが、オーストラリアはダメですよと反発してきますので、でも少しは遅かったです。中国は事前に、 あの、ソロモン諸島と話をついていたんです。3月30日、軍事基地を作ってもよいと、あるいは安全協力契約というものですね。中国とソロモン諸島を契約しました。中国側は非常に喜んでいました。まだ自慢しましたが。 ソロモン諸島というのは、オーストラリアの北側にある玄関だというふうに表現されています。ソロモン諸島から短距離ミサイルを発射すれば、オーストラリア全土、どこでも攻撃できる範囲なんですよ。短距離ミサイルの値段は安いですから、いっぱい作ることができるよっていう意味です。中国はそこで軍事基地を作ると、オーストラリアを建設できるんです。インド太平洋地域。 例えば、台湾の機体となってくると、オーストラリアは黙ってしまうんですよ。それってあ、それを狙っていますので、なので、少し気づくのが遅かったでしょうと思います。基本ですが、中国もそうですし、 ロシアもそうですし、付き合ってはいけないんですよ。付き合っていくと、最終的にですね、自分は損するんですよ。最初は美味しいんです。最初は美味しい思いをさせてくれて、美味しいんです。甘いんです。味も甘いですね。美味しいですね。気持ちいいんですね。でも、それが最終的に狙われるんですよね。なぜなら、相手は、 あの、騙そうとするからですね。なので、これを騙されないようにするのが難しいんですが、まあ、誘惑されないようにこと、それが大事でと、大事だと思いますが、そして南諸島もそうですが、中国は別に、 この一瞬で南諸島では軍事基地とか離陸着陸の走路炉いっぱい作ってありますけれども、それは急に作ったわけではないんです。オバマ大統領の時代から中国は作っていたんです。でも当時は話題となったんです、実は。でもみんな、 あの、知っていても、知ら、い、知らないふりしていたでしょうね。あるいは、あの、もう本当に知らなかったでしょうか。わかりませんが。なので、今回も同じなんです。みんな無視するので、中国はどん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 やっていきますので。 昨日の動画で例を言いましたが、玄関に荷物を置かせてくださいよと言います。普通、それも途中でしたが、少し続きを言いますね。で、自分の玄関に、皆さんの玄関に荷物を置かせてくださいと言ようと言ってきます。普通なら、 ダメですよと。もうそんなダメです。そこでは相談しましょう。あの話し合いしましょうと言われても、実に話し合いしても意味がないんですね。自分の歳ですので、自分の玄関ですので、やめなさいと、はっきり言った方がいいんですね。そこではっきり言わないと、荷物はじゃあいいですよと言ってしまうと、最初はスリッパーです。次はスニーカーです。次は甘靴、長靴。 いっぱい置くようにしてきます。途中では、あの、ちょっと、玄関の鍵貸し,貸してくださいとか。それから、荷物、野菜とか、果物を置くようにして。それから、厨房貸してくださいと。そこで調理させてくださいと。それから、調味料、お醤油、お酢、砂糖とか、貸してくださいと。最後は、ここでご飯を作ってですね。 あの、食べさし、食べさせてくださいと言ってきますよ。でそこではご飯も食べて、もう最後はもうここで寝ていいですがとなってくるんですよね。少しずつ少しずつやってきますので、これが最初からカバーンと。 切らないと、もうずっとですね、来ますので、これが、あの、先進国と違って、はっきりとした繊維があるじゃないですか、先進国では。でも、そういう独裁者的な国というのは、そういうようなやり方でやっていくんですよね。少しずつ、少しずつやっていくんですね。それがなかなか、あの、気づくのが、気づいたら、もう大体遅いんです。大体ですね。あ、ここまで来たのか。 で気づくのがもうだいたい遅いんですね。これが、なので最初から縁を切ることですよと私は動画で話をしてきていますけれども。この動画はここまでしたいと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。